私たちの教会は高品質で独自性のある授業を提供しています。さらに生徒さんたちのスキルをレベルごとに認定し、検定を行い、修了証やディプロマを発行している団体です。また教会の信用を構成する一番大切なことに、優秀な講師の育成があります。私たちの教会では日本の国家資格を参考にした講師認定制度があり、筆記試験や実技試験に合格した生徒さんにしか講師認定証を発行しておりません。そして台湾において人民団体法に基づき内政部認定の教会、全国省人民団体の教会として登録し、教会の運営上の信用性を大きくいたしました。一つはカリキュラムの柔軟性です。教会指定の基本技術を抑えつつ、各講師独自のスキルを尊重したカリキュラムになっています。ソラフラワー製作技術もその一つです。また私池田が開発した成果をプリザーブドフラワー化できるプリザーブドフラワー製作液があります。この製作液を使用したプリザーブドフラワー加工する技術をカリキュラムに取り入れ、プリザーブドフラワーデザインだけではなく、基礎的な植物学、化学、色彩学も学べるようになっています。継続していくということです。質の良い継続性を持たせるためには講師の質が大切です。 No good teacher, no good lesson.